怪獣酒場乾杯。ここは広大な宇宙のどこかにある怪獣たちの酒場です。これから3分間、あなたはこの不思議な空間の中に入っていくのです。はあ、おはようございます。いや、今日も暑いっすね。こんな日はビールをグイッと。どうしたんですか店長？これ見てよ、カネゴン。これはすぐそこにもうすぐオープンするんだよ。兄弟でチェーン展開している超人気居酒屋みたいで。あ、行ったことありますよ。とにかく顧客満足度が高いんですよ。しかも店員が優秀で、僕と給料変わらないのに料理でもカクテルでも何でも作れますからね。僕なんてレジ打ちしかできないのに。そんなの自慢すんなよ。いや、まいったな。こんな強い店が近くにできたらうちなんてひとたまりもないよ。3分で潰れるよ。だからってこのまま指をくわえて黙って見てるんですか？え、それなんとかしたいけどさ、どうしたらいいのか。僕に名案があります。向こうが顧客満足度が高いのであれば、こちらは従業員満足度を上げましょう。従業員満足度？まずは僕の給料を倍にして。もう他の案ないかな。だったら個性で勝負ですよ。ダダー。ダダー、もう名前言わなくてもわかるよ。他のどこにもないような個性さえあれば絶対生き残れるはずだ。ダどこにもない個性か。例えば最近はカップル向けに照明を薄暗くしたお店が人気だ。ダそれだ。そう、それをさらに暗くして名付けて闇酒場。闇酒場？ほら、怪獣って日陰者だし暗い方が落ち着くし盛り上がるはずだ。ダ偏見が強いな。まあでもありかもな。電気代も節約できるし。よし、早速モンスッターに情報を流しましょう。すいません、こっちビール。あ、はい。どちらのお客様ですか？こっちこっち。いて。あ、カネゴン、片付けて。見えません。おい、料理の中靴下入ってるぞ。あ、ちょっとお待ちください。いや、もう誰？さっきから私のお尻触ってるの。店長。触ってないよ。もういいよ、お勘定。すいません、伝票見えないんで2万円くらいでいいですか？そんな食ってねえよ。じゃあ店長、お先に上がらせていただき。ダダ。ちょっと待って。ダダ、どうすんのこの状況。電気つけろよ。